結構年齢を重ねてからその真剣にまたフットサルとかやるようになって感じたのは、結構ゴールデンエイジとかってすごい若い世代のことばかりで、まあ、言われたりするようなことなんですけど、意外と年取ってからその20代後半とか本当に30とかなってから、もうゴールデンエイジって実はあるんじゃないのかなっていうのをすごく自分自身は感じていて、そのやっぱりいろんなしがらみとかもなくなったりとか、逆にその考える力と経験、いろんなそのスポーツだけじゃなくて、他のいろんな経験値とか、まあ、そういったものもこう合わせて、なんか逆にその落ち着いていろんなプレーができたりとか、今になった方がいろんなことをこう素直に吸収できたりとかして、で実はすごいこうやったらすぐその明らかに先週の上手くなったとかっていうのはすごい自分でも感じているので、意外と年齢を重ねてからのゴールデンエイジっていうのも、まあ、あるんじゃないかなと個人的には思ってます。ロスタイムトーク。